嬉野市は佐賀県の西部に位置する市である。嬉野温泉と古い町並みエンデンツが所在している。ほぼ全域が周囲を比較的緩やかな山に囲まれた盆地で、東部の一部が白石平野に属する。旧嬉野町中心部周辺の空中写真。2013年5月24日撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。救援電池を中心部周辺の空中写真。2014年5月4日撮影。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。市役所は人口が多かった旧嬉野町ではなく救援電町に置かれた。これは対等合併前の合併協議会の中で 新しい自治体の名称に、嬉野を使うならば本拠地は、園田町に置くことが合併の条件として協議が進められた経緯がある。また、旧園田が先に、村から町になったという歴史的経緯、加えて、旧嬉野町の役場がどちらかといえば老朽化していて、旧塩田町の役場が合併を基準日として直近に建て替えられ新しく、 防災上有利な立場にあったことが影響した。なお、福岡県西方沖地震で、旧嬉野町は、震度5弱を記録した。嬉野市から選出される、佐賀県議会議員の定数は一議席である。出先機関観光業と農業が盛んで、米、麦類の他に、茶の生産が盛ん。嬉野市は、同じ富術郡でありながら、旧嬉野町は、竹をより、 旧使用町は、鹿島よりと、まるっきり異なる性格を有していた。そのことが、通信、放送の分野にも現れている。NTT 西日本の MA も、旧町により別個となっている。鹿島 MA の番号変更により、市外局番は、市内全域で0954となったが、上記の通り MA が異なっているため、旧町域をまたいで電話をかける場合は、 従来通り市外局番からかける必要がある。市内には NHK 佐賀放送局と佐賀テレビが中継局を設置している。福岡、熊本両県の民放については、有明海に近い旧塩田町の一部ではアンテナを設置して視聴できる地域があるものの、大半のエリアでは直接受信不可。このため、旧町域ごとにケーブルテレビ局があり、 市内の大半をカバーする。旧嬉野町の一部では、江ボ市だけからの VHF 波が届くエリアもあり、テレビ放送開始初期はこちらにアンテナを向けていたエリアもあったようだが、アナログ放送終了やケーブルテレビの普及による福岡派市長州間の定着もあって需要は減っており、テレビ九州も長崎放送の再送信を取りやめた。ラジオについては、FM は、 山田竹親局からの放送を直接受信。AM は、鍋島ラジオ放送所など周辺各地からの放送を受信する。統計は、すべて2010年10月1日の国勢調査のもの、以下の各社が運行している。なお、嬉野バスセンターは、旧嬉野町中心部、嬉野市役所園田庁舎前は、旧園田町中心部にある。 高速道路一般国道主要地報道エンデの街並み、西岡家住宅嬉野の,の大茶の木と泥木の滝、大藤の木、吉田西川内地区、吉田の百年桜志田焼の里博物館、豊玉姫神社の白生図像は個人。ありがとうございます。